さん、こんにちは。ゆっくりしていってね。任天堂より1983年12月7日に、ファミコン用ソフトとして発売された野球ゲーム。投げる、打つという基本動作のみで、プレイできるシンプルなゲーム。セ・リーグをモチーフにした全6チームから1チームを、選んで他のチームと対戦する。投手は変化球や緩急を、つけること、牽制球を投げることも可能。2人対戦では、より熱い駆け引きを楽しむことができる。特徴。プレイヤーはチームを選んで、1試合をプレイする。ペナントレースという概念は、ない。アーケード版、VS 筐体仕様、では PTS、というゲーム続行に、必要な得点が設定されており、時間経過で減るほか、ヒットを打つ、得点するなど良いプレイを、すれば増加、失点するなど悪いプレイを、すれば減少する、減少量の、方が多い。この PTS、がなくなると、ゲームオーバー、コンティニューか、初期設定では試合終了でも、ゲームオーバー。PTS の初期値はテンポ側で、8段階の設定が可能。最小値と最大値では実に、5倍の差がある。最小が、80、最大が400。設定値はプレイするまでわからないので、料金設定が安価だからといって、釣られないように。選手データや打順は存在しない。投手の利き腕や打者の、データなどはプレイするたびに、ランダムで変わる模様。守備はオートとなり、プレイヤーは投球、牽制含む、捕球後の各類への送球のみを、行う。投球時に上下を押すことで、投球スピードの調整、左右を押すことでカーブやシュートといった変化球を、投げられる。攻撃側はボタンを押している間だけ、バットを振る。チョン押しをすることでバントにすることも、可能。チョン押しのバットは、ちゃんとバントとして扱われ、スリーバント失敗でアウトになることもある。一定の点数が開くことによる、コールドゲームは存在するが、延長戦は存在しない。アーケード版では、試合終了後次の試合に、進めるかゲームオーバーになるかを、テンポ側で設定可能。初期設定は1試合で、ゲームオーバー、ダイヤモンドの周りを表示するうちの画面と、スタジアム全体を表示する外野画面が、存在する。ボールがダイヤモンド外に出る、入る、ことで、随時切り替わる。評価点。黎明期のゲームながら体裁は整っていること。投球、進塁、回塁、牽制、といった要素がしっかりと実装されており、後に FC で発売された多くの野球ゲームでも、本作の操作を元にしているものが、多い、ナムコの、プロ野球ファミリースタジアム、など、変化球やスローボールの概念もある。変化球は左右ボタンで球筋を、コントロールし、カーブとシュートが投げられる。スローボールは 100km/h 弱と、緩急差がとてつもなく、バッターのタイミングは外しやすい。また、あまり意味はないが左右を交互に、押すことでナックルらしき球が、一応投げられる。エンタイトルツーベースやスリーバント失敗といったルールも、特殊実装されている。審判の判定アクションや、投手が左右のベースに向かって、顔を振るといった細かいアクションが、作り込まれている。アーケード版では審判の、ボイスも入っている。アーケード版に限り、守備即視点が存在する。当時にして、攻撃側と守備側で別々の、視点で対人戦が行える野球ゲームは珍しく、現在でも稀である。問題点。守備が恐ろしく下手。本作で一番ストレスを、抱える部分。野手は総球以外操作できず完全オートなのにその守備が、草の球レベルにひどい。動作も緩慢で効率が、良くない。右中間や左中間に、ライナーを飛ばすと高い確率で、ランニングホームランになる。うちのはゴロが転がると避けてしまう。外野もグラブを構えておきながら、いざフライが近づくと突然走り出して、落球する。その他も、うちのがベースカバーを優先して、ゴロを無視、外野画面に、切り替わると、うちのが一切動かなくなる、といった目を、覆いたくなる守備レベルの、低さゆえに点が非常に、入りやすい。アーケード版では、守備力を、
テンポ側で4段階に設定可能。また、打撃力も同様に4段階の設定が可能。設定はプレイヤー側と CPU 側で別々に行えるため、CPU 守備力4打撃力4、プレイヤー守備力1打撃力1、なんて、設定にするとまるでプロチームに挑むリトルリーグのような公開処刑まがいの無理ゲーになる。守備力1打撃力4に設定すると面白いように点が入る乱打線になる。ボールを持ったまま走れないため、他の野球ゲームに比べて走者をアウトにしづらい。一応、ある程度走者が近づくと自動的にタッチアウトにできる。選手が無個性、クリーンナップや下位打線といった概念もなく、投手のスタミナや選手の交代の概念もないため、非常に味気ない。いずれの球団も、投手は100-160kmh 超えの球を使いこなすスーパーマンである。上述の通り守備がダメなので、スピードボールで打ち取らないと、勝ちは望めない。パ、リーグがない。上述のように選手。総評、ゲームとして遊べないことはないが、黎明期ゆえにまだまだ足りない部分が多い作品である。言うなればボードゲームの野球盤をそのままゲームに移し替えたような簡素さで、選手の無個性さや完全オートな上に下手すぎる守備は当時としてもやはり問題視されていた。とはいえ荒削りではあるものの、最低限の体裁を保っているためそれなりに楽しむことが可能で、手軽に遊べる野球ゲームに、当時の子供たちは大いに、熱中したものである。上述の不満点が解消された後継作の、ヒットによって大きく花開く、ことになった野球ゲームというジャンルの、先駆的作品として、十分に意義のある作品だったと言えよう。余談、上記にもあるアーケード版が、1984年に、リリースされている。タイトルは VS、筐体仕様で、発売されたため、VS、ベースボール、となっている。こちらはプレイヤーが守備時には、センター方向からのアングルに、変わるなどの違いがある。ハムスターより2020年6月19日に、スイッチの、アーケードアーカイブス、にてこの VS 版が、配信された。価格は838円。ディスクシステム版、片面仕様、が、1986年2月21日に発売されている。コントローラーの下と拡張ジョイパッドの上を入れながら投球することで10キロといった超スローボールを投げることが可能。この状態からさらに変化球で曲げることで恐ろしく曲がり、左右のフェンスにぶつかるような真球を投げることもできる。端子部分に10円球や金属タブへを当てることでも超スローボールを投げることができるが、本体にダメージを与える非常に危険な裏技である。この裏技を普及させた当時のコロコロコミックの読者だった子供たちはこぞってこの魔球技を試していたが、それからしばらく後、当のコロコロコミックから本体破損の危険につきやらないようにとの通達が出されるという珍事も起きた。後にゲームキューブで発売された動物の森には本ソフトのエミュレータ版が家具として収録されているが、そちらでもこのバグが再現された。発動方法はスティックを、上。ゲーマーの意見、鉄風、意見。良い点、最初期で以降の野球ベースの基盤を形作った。悪い点、シンプルすぎて、ある程度プレイすると飽きる。チーム数が少ない。総合評価、ファミコン発売と同時期に発売された野球ゲームの元祖と言っても良い作品。そのため、ゲームシステムは非常にシンプルで、他の論客の方が言われ、ているように野球盤をゲームにしたような感覚が、近い。と入ってもピッチャーは変化球も投げられるので、打つ投げる派それなりに楽しめた。残念ながらチームはせ、リーグ分しかなく、今となっては常、道になっている選手一人一人の登録データもない。そのため、チームを選択するといっても、
好きなチームのカラーを選ぶに。
Oh!
We'll be right back.